こう来て、あの太陽が東からこう上がってくるそういう光景とか、あとサンセット、要するに夕日のそういう瞬間とかね、そういうものと、あとお花とかそういう自然のそういう営みからそういう絵を描こうっていうインスピレーションもあるんです。植物の種をまきますね、芽が出て育って花が咲いて実がなって枯れて、また種が下へ戻ってまた同じようにこう芽が出て、それのずっと繰り返しだと思うんですね。人間もそうですね。生まれて誕生して育って結婚したりなんかしてマリアージュして、それで年、あの子供ができて、その年取ったか亡くなって、その孫、子供たちがまた育ってこう順番にこう回ってますから、その意味も入ってる、そういうのがコンセプト。作品を作り終えた後はね、非常に心の中が空洞、空っぽになるんですね。このそういう絵の関心のある方ない方のそういうのを毎日拝見してましてね、そこから僕エネルギーもらってますから、一枚の絵に出会った方がね、感動して帰られた時の顔とかなんか直接伺ったりなんかした時に、なんかやっててよかったなっていう実感が湧くんですね。あとにどこかでサークルの絵を見ていただけたいた時に、若い方が感じていただければいいんです。あ、人が描いたんだと、機械じゃないんだということを伝えたいためには一生懸命制作活動をしています。